かった。せっかく良かったのにね。太田さんは父親に代わり葬儀社を切り盛りしてきました。マル、マル、顔押さえちゃったよ。葬儀を取り行いました。切ないね。ようやく父親の葬儀ができたのは今年4月になってからでした。本当カメラ目線。なんか言いたいことがあるんだよね。カメラ目線。